皆様こんにちは。今回の動画は草花メンテナンスです。それではご覧ください。こちらは我が家で育てているクリスマスローズの5月5日の様子です。今は比較的日当たりの良い場所に置いていますが、そろそろ夏越しのために置き場所を移動させるので、その準備をします。まずはそれぞれの鉢の状態を確認しました。枯れた枝などを掃除して液体肥料を与えました。この時期のクリスマスローズは1年のうちで最も生育が活発になるそうです。肥料が効いている状態を保つために液体肥料を週に1回与えます。これを5月末まで続けます。固形肥料は夏に残ってしまう可能性があるので避けた方が良いそうです。プチドールに関しては葉っぱが茂りすぎと感じたのでかなり間引きました。この作業は今回初めて行います。正解かどうかは分かりませんが、株元が見えないほど葉っぱが茂っていたので、そのままだと風通しが悪くなりそうと思い間引きしました。ボリュームで言うと半分程度に減らしました。夏越しの場所が周囲を囲まれた環境にある棚の2段目から3段目で、ただでさえ風通しが悪い上に結構鉢を詰めておくので、私は風通しを重視しています。スペースに余裕があり、鉢と鉢に十分間隔を取れる場合は葉っぱを間引く必要はないのかもしれません。この後は水切れに注意しつつ次のシーズンまで養生します。刺身で増やしたアジサイです。株のサイズから判断すると、おそらく2022年にしだれるような誘引に失敗した際の枝を使って挿し木をしたクリスタルベールだと思います。クド石灰とミョウバンを左右半々に巻いて花色をグラデーションに咲かせようとしていた株ですが、今は普通に管理しているだけになっています。秋以降余裕があったらまたグラデーションにチャレンジしてみようかなと思っています。今はピンク色で咲き始めたところです。鉢が小さいので蜜切れするようになってきたので鉢増しします。鉢増ししました。お花がついていなかった枝はカットしました。剪定が簡単な品種なので気軽に枝を切ることができます。植え替え直後なので肥料はしばらく控えますが、2週間ほどしたら肥料を与え始めます。夏場も忘れずに肥料を与えるのが来年たくさんお花を咲かせるポイントだそうです。ヒューケラです。品種はドルチェのシルバーガムドロップです。昨年7月にカインズの見切り品で買ったものです。単品植えで大株にしたいと思っている品種です。今はお花が咲いています。鮮やかなピンク色のお花です。買った時はかなり貧弱だったので小さい鉢に植えていました。4号の打音鉢です。順調に生育し株が大きくなり水切れするようになってきたので鉢増しします。6号の鉢に植え替えます。植え替えました。徐々に大きくしていって、いつかは豪華な鉢に植えられたら素敵かなと妄想しています。ベゴニアと何かの球根植物が植わっている鉢です。品種はベゴニアビッグです。昨年見切り品で買ったものです。現状鉢が小さすぎるので鉢増しします。とりあえず6号鉢に植え替えました。様子を見ながら徐々に鉢増ししていきます。球根植物は今年花が咲かなかったので種類が分かりませんが、とりあえず養生します。こちらは昨年見切り品で買って冬越しを経てつぼみが上がってきたエキナセアです。品種はシャイアンスピリットです。気温が上がってきてかなり乾きやすくなったので、鉢増しを兼ねて寄せ植えを作ります。冬越ししたサンクエールです。一時期かなり弱ってしまいましたが復活してきました。白いお花が咲き始めたところです。先日購入したガザニアです。品種はガザニアビーストシルバーフォックスです。ジャスミンのホワイトプリンセスです。
冬越ししたアルテルナンテラです。品種は千日小鈴です。先端がミルキーピンクと白の2色でとても可愛い品種です。こちらは刺し目で増やした株です。こちらの株と手持ちのカラーリーフを使って寄せ植えします。植えました。エキナセア2株をメインに手前にサンクエールを入れました。隙間にはカラーリーフを入れています。こちらはワイヤープランツのスポットライトです。こちらは名前は忘れてしまいましたが、明るい色のカラーリーフです。千日小鈴はエキナセアの手前に入れました。エキナセアの後ろにはジャスミンを入れました。植えた鉢はサンパチェンスの見本鉢が植えられていたもので、お水をためられる作りになっています。水やりに追われる夏場には非常に重宝する鉢です。この動画の最後にこの鉢を買った時の動画をつけますので、ご興味のある方はご覧ください。昨年末に見切り品で買ったルドベキアです。品種はアーバンサファリのサバンナサンセットです。冬越しはできたのですが、調子が良くないように思えます。傷んだ葉っぱを掃除してもまたすぐに別の葉っぱが傷んできてしまいます。ちなみに昨シーズンは同じシリーズのフォレストグリーンを枯らしています。回復に有効かどうかは分かりませんが、とりあえず植え替えます。傷んだ部分を切り取ったら3つに分かれました。3つ合わせて6号鉢に植えました。株元には殺虫剤をまきました。復活を願いたいと思います。ツツジです。今年はあまりお花が咲きませんでした。剪定して来年に期待します。バッサリと切りました。表面に根が見えていたので、ピートモス系の培養土を敷きました。ピートモス系で水が染み込みにくい用土なので、弱い水流で水を染み込ませます。日当たりに偏りがあるのでかなり不格好ですが、まあ良しとしています。次にこちらの大株のお花、これサンパチェンスです。こちらの見本鉢がカインズさんで販売されていたので思わず買ってしまいました。で、まあ大株で立派で見応えがあるので買ったっていうのもまあもちろんあるんですけど、買った大きな動機はこれです。こちらの鉢、底面給水になっているんですね。底面給水の鉢、私シクラメンを育てる上で欲しいなと思って、一時期買おうと思って探したことがあったんですけど、なかなか売ってないんですよね。なのでお花はもちろんいいんですけど、どちらかというとこの鉢が欲しくて買ってしまいました。